続いてジュビロです。ジュビロは現在勝ち点が13で6位、前節から4つ順位を上げています。はい、ではジュビロの直近の3試合見てみましょう。第7節はホームで劇的な勝利でした、うん、そして第8節は鹿島相手に3対0で勝利しましたね。いや、吉川さん、やはり中村俊輔選手の活躍っていうのは大きいですよね。大きいですね、うん、今こう流れがぐっときてますし、このまあトスで劇的の勝利、そしてそれによってあのチャンピオンチーム鹿島 3-0 シャットアウト、すごいですよ。かなり勢い出てきてますよね、そのジュビロは明日札幌とどう戦っていくんでしょうか。その前に今週水曜日に行われたルヴァンカップ、若きストライカーが頼もしい姿を見せてくれました。ワールドカップを控え注目を集めたのが19歳小川航基。前半11分、アダユトンのヘディングシュートのこぼれ球に詰めたのが小川航基。嬉しいプロ初ゴールです。期待してもらって期待してもらって初ゴールまでここまで伸びてしまったので本当に申し訳ないというような気持ちでいっぱいでした。素直にもうホッとしてるっていう気持ちが一番ですね。さらに PK を獲得するとキッカーは小川。ゴール右隅に決めてリードを広げます。そして小川航基は本当に積極性が松原さんありましたね。ありますね。まあその背景には当然あのやっぱりアンダー20の世界大会が5月20日から始まりますから、そこもありますよね。そしてポストプレーも良かったですね。良かったですね。なんかこう彼がこう自信持ってやってるなっていうところがねすごく感じますよね。ただまだまだ終わらない小川航基です。後半17分にはシュートのこぼれ球に反応し、これでハットトリック、お見事です。このあと1点を返されるも相手の倍以上のシュートを放つなど相手を圧倒します。若きエースの活躍でジュビロルヴァンカップ初勝利です。サポーター以上に、僕自身はもうご両親と同じぐらいの気持ちで、彼が点を取るのをね、あの首を長くしまったので非常に気分がいいです。監督があの練習終わった後に付きっきりでやってくれるなんていう環境は本当にないと思ってるんで、本当にありがたいというか、いやリーグ戦につながるように、リーグ戦で決めれるように、もっともっとこれから恩返ししていきたいなと思います。いやー、松原さん、小川コーチ楽しみですね。楽しみですね。やっぱりこう彼のいいのは常に今ちょうどあのアンダー20の中にいるんで、はい、世界基準っていうところ、世界を意識してる、それがいいんですよ。やっぱり日本にいるとドメスティック、まあ、国内のことだけで考えてしまいがちですけどね、はい、そこがあるのがいいですね。そしてリーグ戦は明日札幌戦ということになっているんですが、スターティングメンバー予想ですけれども、こちらご覧いただけますと皆さんお気づきでしょうか。何か足りなくないかと、背番号10番中村俊輔選手がですね、昨日の紅白戦の途中で腰を痛めたようで引き上げていったということで、今日七海監督に話を聞きました。腰痛で明日の試合は欠場しますということでしたね。いや、松原さん、どうしますか。まあ、あのその辺っていうのは当然想定内なことですので、ですから、まあ、今のジュビロのいいところっていうのは、はい、この選手たちみんないいんですよ、この変わって入る選手、はい、で、あの先ほど の、 あのルヴァンカップもそうですけれども、あの自信がみなぎってるんですよね。でそのポイントの一つにリスペクトっていう言葉ありますけど、はい、まあ、選手一人一人がやっぱり鹿島相手にも引きを取らない、やっぱりリスペクト、いい意味のリスペクトをする中での積極性がこう働いてる、まあ、その部分が今度はあの札幌っていうと順位的にも下ですし、はい、まあ、それが逆に働かないことですよね。こういう試合こそ難しいんで。そうですか。難しいですね。油断しちゃいけませんね、私たちも。いや、そうですね。ですから、まあ、あのその辺のところをどうやってやるかで、ここ待ってみてください。中村選手のポジションに入るじゃないか、うん、やっぱりゲームって流れがあるんで、あともう一個ジュビロにも言うのは、今何をしなきゃいけないか、0点に長く抑えないといけない、例えば鹿島だったりします、はい、でその時に俊輔がそのコントロールできるんですよね、ゲーム見ながら、でそれによってみんながこうあの
共有していくんですよ、はい、だその辺がやっぱり経験からなってる部分が大きいんで、まあ、次なんかすぐに期待したいですよね。そして森下選手も左もも裏を痛めて欠場ということになっています。そして相手の札幌には松原さん、小林選手いますね。いますね。トクラですね、はい、あのセンターフォワード、187cm あります。はい、まあ、彼はポストプレーもできるしゴールも決めれる、あのこのチームの札幌のまさにこの中心選手、はい、パンチも見てください、かなりありますからね。ヘディングも強いですよ。この選手をどう抑えていけばいいんでしょう、岩さん。まずはボールホルダーにちゃんと行くっていうこと、それから今のジュビロの最終ラインは非常に強いですから、安定してますよね。安定してますよ。あ、まあ、体張るようになってますからね。大きいですね。ジュビロは明日コンサドーレと対戦します。ヤマハスタジアムで午後3時キックオフです。